よかったな、ジーニアス。村のみんなに理解してもらえて。でも村長は。ああいうバカはほっとけって。頭の固い人はどこにだっているわ。少しずつ私たちが周りを変えていくしかないのよ。じゃあイセリアは小さな第一歩ってとこだな。私にとっては大きな前進よ。え、なんて言ったの？なんでもないわ。俺のせいなのかな。
コレットのこと？俺があんな要の門を作らなければ、コレットはこんなことには。その代わりコレットは心を失ったままだった。いえ、あなたが助けなければコレットはクルシスによってマーテル復活の道具として殺されていたでしょうね。それはそうだけど、誰かが犠牲になるのは嫌だ、誰かが苦しむのは嫌だ、その考えは間違ってはいないわ。でもね、時々もどかしくなるの、腹立たしいほどに。人はいつも一つの選択しかできないのよ。自分の選んだ真実に責任を持ちなさい。先生は厳しすぎるよ。厳しいことを言うのは、あなたがそれを乗り越えてくれると信じているからよ。あなたは強いわ。ホステスってやつは、ご成人の連中の中でもちょっと雰囲気が違ってたな。あれは過去にテセアラで起こったハーフエルフの虐殺事件の際、死亡者の人間を一人残らず殲滅したディザイアンの英雄だ。英雄？指導精神にあふれ、同志には優しく、敵には鬼人のごとく対したという。人から見ればとんでもない悪党なのに、ハーフエルフから見ればまさに英雄なんだな。そうだ。だから戦いは悲しい。勝つということは相手の犠牲と憎しみを生むことだ。お互いを認め合える世界にホステスが生まれていたら、もしかしたら俺たち分かり合えてたかもしれないんだな。あるいはそうかもしれない。ロイドじゃねえ。親父、元気か？この辺りは固い岩盤の上だからな。大工殿、裏のマナの血族より依頼を受けてきた。いくらエクスフィアの進化系だとか言われても、クルシスの奇跡のことはさっぱりだ。そのテセアラとかいうところの。そうか、親父でもわからねえ。すまねえな。せめて今日はゆっくりして。私は失礼する。おう。待てよ。私はクルシスの天使だったら、なんでユグドラシルの大いなる実りの暴走。私には私の考えがある。結果としてマーテルは失われなかった。これはユグドラシルの望みに。あんたはやっぱりロイド。巫女を救いたければ古代カーラーン大戦の資料を調べるといい。ユーマシコでのユニコーンの言葉を思い出せ。待てよ、あんた人間なんだろ。どうしてクルシスにいるんだ。クラタスは、今出てったのはシーナ。ああそうか、そうだ。おい、あんたもね。コレットはずっと胸の内に苦しみを抱え込み、それでもけなげな勝者だ。どんな悲しみの中でも笑顔でいるのは、コレットは我慢しすぎなんだよ。彼女は知った。言葉の魔力。一度口に出した言葉には
呪うも祝うも全ては言霊のなさしめるもの。そうか、二つの世界もコレットも救うって。コレット、それあけな、これか、言葉の一度、二つのコレットはあけど、これか、言葉の一度、そうか、二つの。今後のことがどのどんでも言う、おおだ、大いなる身守る、あなた時誰が分かった。この辺りはオゼットに、ね、ああ森ロイドさん、うん、はい、ショコラさんの憎しみ、そりゃ恨まれればそれが、そう、でも俺は許してもらえなくても、許されるか、償う。ロイド、僕どんどん人間が嫌いになっていくみたいだよ。ジーニアス、ロイドが謝ることない。ロイドとかイセリアのみだけど、村長みたいな人はきっと、前に先生が授業で言ってた、人は理解しようとしない人には、ジン、ごめん、ハニーもいろいろは、お前しかどうし、よかれと思って退場、そろそろ俺はここで、俺だから俺は熱、ま、ロイド、ごめんね、私また迷惑かけてるね。何言ってんだよ、辛いのはお前なんだから謝ったりするな。ロイド、見ちゃったよね。うん、私このままエクスフィアの塊になっちゃうのかな。バカ、そんなわけねえだろ。だってどんどん増えてるんだもん。今はまだ服の下に隠れてるけど、そのうちこれと、そしたらロイドに嫌われちゃう。いっぱいいっぱい迷惑かけて、おまけにこんな気持ちの悪い体になって。気持ち悪くなんかないよ、そう言っただろ、コレットはコレットだ、たとえお前がエクスフィアになっても。いや違う、エクスフィアなんかにさせない。本当に？ああ、俺嘘ついたこと、確かにあるんだけど、でもちゃんと誕生日のプレゼントも渡したし、だからお前のこと本当だね、私が欲しかったものくれるもんね。ああ、だから元気出せ。お前が元気ないと。私本当にロイドに会えてよかった。今度は消えたくないって思う。私まだ生きていられるよね。まだロイドと一緒にいられるよね。当たり前だろ。ちゃんとコレットはここにいて生きてるんだ。絶対絶対絶対の絶対。